早いうちに輝きます。フォアの体の中心ミドルをフォアで打っていった平野、ゲームの入りいかがですか。いや平野が連続ポイント、サービス変わります。回転が止まる感じになります、はい、打っていく。今年は絶対に全日本を勝つんだと。バック早いですね。去年はこれを石川がしのいで、そしてラリーに持っていって、はい、そしてきます。次は打っていく、角度をつける。これ石川もびっくりしてましたよ今の。え、このタイミング打てるのっていう感じで。これも打ってくる、また下げさせたところをカウンタードライブですね。早いですねタイミングが。メルミス勢を見せている平野美宇、打っていく、返していく。いい姿勢です。チキータで来る、バックの打ち合い、あの平野に分があるのではないかという宮崎さんの話。前、はい、からチキータ、ここ持っていく。平野の画面右サイド、そちらに打ってくる。今度この画面の右側フォアサイドにサービスを打っていってバックを抜いて、チャンスボールだ。まだ続く、チキータ、チキータにして、そしてバックに戻ってもう一回バックハンド。これはすっごい高等技術なんですよですね。この第2ゲームも平野リード、早い手前、16歳の平野、長いサーブ、早い打ち合い。いやそれひるみませんでしたね。ここですよ、フォア来ましたね。サービスのコートを変えた、まあ、振る。今度は石川が主導権、徐々にですが平野のフォアを攻めること、こういうことが多くなってきましたね。二度突き、はい、宮崎さんがおっしゃるように突きぐらいまでは行っていいですね。そのフォアへ回り込む、これですね。浮いた、フォア、これはロングサーブかな。もう来ましたね、はい、この早い打ち合い、切ってきた、振った、いや長いサーブ来た。奥、平野美宇リード、来ました平野、ここで止まってませんから。ほとんど石川がこの後動けませんでした。ロングサーブ、バッきました。第3ゲームっていった奥の平野、今度はフォア切ってきた。あっと、いや今のはよく打ちましたね。あれ切れてるんですよ平野の突きは。2ポイントリード、ついていく、ついていく石川、あーナイス、打っていった、返す石川、ね、チキータ、打っていった、アウト、焦って動いてしまったという感じですね。チキータ早いのが大変なぐらいのスピードです。まず先に平野が行く、直
長いサーブで来た、抜い7、8本に1本、あのロングサービスがバックに来るんですよ。あれを石川は打った。ストレートに行けたら変わってくるんですけど、ここ、はい、クロスに行くとだんだん返ってくるようになります。誘ってますよね。逆を突く。先に仕掛ける平野、下げさせた。アウト。はい、これですね、これですね、はい、下がってよく返した石川、はい、なんですよ、これ見ててくださいよ、ね、これここですよね、あそこに打ったら決まるんですね、あれ石川も左に動く、長いサーブ、いいじゃないかというだけじゃないんですね、ストレートに打つのは難しいですから、ロングできた、長いサーブできた、今来た、速いテンポ打ち返す、アウト、お前アウト、大事か、下がった石川、でちょっと石またフォアだ、まず1本フォア、やはりこの速さですか、速い粘りは、あーすごい、ついていけません。いいですね。そういう表情ですか。決して高くない。それをね、あのフリックでサービス2本。あとフォアだ。平野美宇選手の方がタイムアウト。1分間以内のタイムアウトを両者1回ずつ取ることができます。回り込む、ロングサービス、素晴らしいとしか言いようがないね、これね、待ってましたよ、そしてストレートに、おっと、ね、打っていく、短いね、短い、次は打っていったのは石川、ついていく、あの第5ゲームの流れを何か打ち切るようなこの連続ポイント、そうですね、得点できるんですね、高く投げ取ってきたですね、今のとこアウトです、石川はね、先ほどのゲームみたいにちょっとあのゾーンに相手をこう引き込まないとダメですね、うん、ねえ、両者ともに1分以内、この1本は効きましたよ、4連続ポイント。回り込んだ。短さが来た。ネット際に落として、そして返ってきたボールを打つ3球目攻撃。回転変えますね。変えました。チキータ。チキータ。さあ。ですね。そのやめた。決まった。